シェイクスピアが言ってんのよね。安心、それが人間の最も身近にいる敵である。ちょっとよくわかんないけど。オメガグループ。あややのオカルト現象バラエティー、ここなんです。さあ始まりましたよ、はい、第3回目オカルト現象バラエティー、ここなんです。さあ今回もですね、こちらバーンエンターテインメントオメガコナン店さんにやってきたわけでございますが、はい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 、分かってます分かってますね、気づいてる方ばかりだと思いますけども、今回からですね女の子が変わりました。なんとですね、今回からですねチームリトルホワイトの女の子がですね変わる変わる来てくれるということになったんでございます。そして今回は自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、リトルホワイトのあややです。さあ今回なんと初滋賀県ということで、私も気合い十分でございます。あら、いいですね。はい、ということで気合入っておりますよ、あややちゃんね。さあ気合入りついでにですね、はい、早速でございますが、今回の検証テーマ発表してください。はい、今回の検証テーマは大連ちゃん後の即やめ台で本当に勝てるのということで。なるほど。さらにですよ、はいはい、今回は私たち2人とも実践します。あ、そうなの？そうですよ。俺もやんの？そう、聞いてないですか？じゃあちょっと一個だけ、俺は不安材料がすごいあるんやけど、はい、1回目の僕検証の時にビギナーズラックはあるか、それ以来僕やってないんですけど大丈夫ですか？あまり大きい声では言えないんですけど、でかい声で言うてよ、でかい声で言うてよ。私もちょっと初心者なので、まあまあ一緒に頑張っていければいいかなという、ね、本当に先にお詫びしておきますけども、うん、視聴者の皆様、こんな素人2人で頑張りますのでぜひね、はい、温かい目で見守っていただければと思います。はい、それでは早速ね、はい、台の方選びに行きましょうか。行きましょう。頑張るぞ。あー、大丈夫かね。とりあえず行ってみましょう。とりあえず やってみましょう。検証やからね。そうですね、いけるいける、うん、いいで。さあ店内に入ってきまして、ね、早速台を選んでいくわけでございますけども、はい、ちょっとありすぎてわからん。そうですね、どれがいいかちょっと教えて。そうですね、ちょっとすごい、こことかどうですか。これ目玉とかもすごい、今すごい当たってますね、皆さん。あ、こっち。そう、はいはい、こっちもいい感じですよ。おー、これ知ってる。あ、知ってますか。1回目の時も、うん、僕これで売ったの。あ、そうなんですか。ガロね。そう、ガロです。じゃあちょっとこのガロの機種紹介お願いします。はい、このガロ、はい、魔界の花は399分の1の確率で当たるんですけども、今までにもう数々のシリーズを生み出してきている。おー、すごいやん。そう、大人気の大定番機種でございます。なるほど。誰もが一度は打ったことがあるであろう。わかった。じゃあ俺は今回の検証このガロでやりたいと思います。はい、ね、うん、じゃあ頑張ってきます。頑張ってください。行きましょう。行ってください。ということで、ハンディさんはガロ魔界の花を実践するというところなんですけど、ちょっとね、この盛り上がりを見てたら、そうですね、私もガロを打っちゃおうかなと思います。ということで、私も今からちょっと台の方を選びに行きたいと思います。さあ、あややちゃんに教えてもらったこちらの機種、こちらでですね、3回目の検証を行っていくわけでございますけども、はい、こちらデータご覧ください。ね、連チャンもの台開いておりました。さあ、この台はですね、私ガロ、ね、前回も一度やらせてもらったことございますので、今回は何が何でも検証、ね、成功させたいと思います。じゃあ行きますよ。はい、頼む。
止まれ止まれ、おー、いける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 じゃん、なんかいける気がする、4枚くればいいんだよね、ダメやった、どっちどっちどっち、あれもしかして思わせぶりやん、なんだもう、はい、ということで今回の、検証がですね、大連ちゃんこの即やめ台ということで、ここにいいのを見つけました。8連してあと今165回転で前のお客様はやめた台なんですけども、ちょうどいい台だったということで、今日は私この台で実践の方をしていきたいなと思います。頑張るぞ。じゃあ実践スタート。で4回転で大当たりゲットしてますので、いいんじゃないでしょうか。
タート。どうや、これいけるんじゃね。左打ちに戻ってくれ。ダメ。なんでねえ、なんでって。初めて見ました、あの今のレインボーのブルブルのやつ。
負けんぞ頑張るぞ。終わりました。ガガガガガー、魔界注目の魔界騎士、まだまだ注目すれば、引き戻せるかな。はい、それではここでオメガコナン店の支配人さん、木村さんにインタビューしていきたいと思います。はい、ズバリここオメガコナン店さんはどういったお店でしょうか？そうですね、まあ、ものすごく大きくて清潔感があって、そしてあの明るく楽しいお店となっております。なるほど。じゃあそんな、オメガコナン店さんのアピールポイントとかありましたらぜひ教えてください。はい、まあ、たくさんの、まあ、いくつか その休憩スペースがあるんですけども、まあ、その中でもその女性専用の、休憩スペースっていうのがあの設置されている店舗になります。まあ、ここはちょっとアピールポイントかなと思いますので、またよろしかったら、まあ、他にもあの景品がたくさんあったりとか、設置台数が1111台というあの多台数設置されていたりとか、まあ、そういったところがあるんですが、またあの来て楽しんでいただいたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。私も入店した瞬間からね、すごいなと思ってましたので、いろいろなアピールポイントぜひ皆様も見てみてください。さあ、ではここで、番組をご覧の皆様にメッセージなどありましたらよろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、あの毎日毎日あの元気よくスタッフが頑張っておる店になりますので、まずそこを見ていただけたらなというふうに思います。ぜひあのご来店ください。はい、ということで以上インタビューでした。ありがとうございました。ぜひ皆様も遊びに来てください。第3回目の検証終了したわけでございますが、ですね私はこの感じ見てもらったら分かるように失敗でございましたよ。本当に残念。もうなんだやろね本当に。さあ、打って変わってあややちゃんはどうでしたか？はい、なんとですね、4連すごい素晴らしい、嬉しいねえ、というわけでございまして、結果でございますよ。結果ね、レンちゃん後の即やめ台は粘れば粘るほど、そう、粘れば粘るほどレンちゃんするってことは成功。すごい。まあ僕だけ失敗でございますけども、結果で、ね、はい、だから皆さんも、うんうん、ね、レンチャンしてすぐやめるのではなく粘り強くやりましょう。そうすればあやちゃんのようにね大レンチャンしますので、はい、ぜひぜひ皆さん実践してみてください。さあ、というわけでございまして、ここからあやちゃんから、ね、はい、お知らせがございます。はい、はい、来月6月の11日なんですけども、私たちリトルホワイトのメンバーがオメガコナン店さんに応援来店しちゃいます。はい、ぜひお近くにお住まいの皆様は遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください、はい、お願いします、はい、それではですね、また4回目次回ございますので、次回は6月の25日、またねちょっといろんな検証を考えて頑張りたいと思いますので、皆様お楽しみに。バイバーイ。次絶対勝つ、ね、リベンジですね。